あーわー囲まれてる。じゃあいいよ。ミッションだよ。マンスはこの単位で抽選をしなければいけない。このパスポートは他の抽選機またはモバイル抽選にて登録中です。さっき抽選できなかったけどね。おっと、じゃあ言った方がいいんじゃないですか。こういう事故もある。すいません、さっきモバイルで抽選できなくてこっち来たんですけど、はい、でこっちでも抽選できなかったんですけど、ちょっと待ってください。モバイルの方で、はい、モバイルの方に最初登録しようとしたってどれくらいの時間ですかね。50分ですね。50分で抽選できませんみたいなのがあって、50分で、はい、そちらの方の登録が消されているのはこちらの方は普通にまだ抽選をされていないのであれば、まだ抽選をされていないのであれば、あれもしかしてこれ勝手に外れてたのか。もしあれでしたらどうやって見るんですか。結果を見るであれしていただければ。ああ、一回ちょっと、はい、閉じてみていただいて。ないですね。そうですね、まだ抽選はしておりませんね。はい、はい、抽選してないはずなので。で、まあ突っ込むじゃないですか。はいはいはい、できたりして。ちょっとお時間空くとですね、登録できるので、はい、そんなのできるんだ。この一連の面倒くさい流れまで。おめでとう。おー、はい、距離が当たる。出てよかった、今ちょっと出てきますから。ちなみにこれ多分20回ぐらいやって初めて当たったぐらい。おめでとうございます。しかもつりたまさんの方が3つ前。嘘でしょ。どこどこ。B じゃあこれ誰が1人になるかやる。あ、やります。という、私的にはヨッシーとつりたまさんが隣に一緒に座ってみて。じゃあ当たりました、おめでとうございます。